丈夫。サポーター君とベルフ君がついてるんだ。きっと間に合うさ。エスティア様。はい。お、なんだ。あれは神様たちですか。うわあ、こっちに来る。彼らは目隠れを愛し、目隠れこそが至高と掲げる目隠れ愛好会の連中さ。目隠れ。ああ、君のように髪で目が隠れたもののことを神々の言葉で目隠れと言うんだ。他にはカサンドラちゃんとか。ちぐささんの髪型、そんなにありがたいものだったんですね。ちぐさ殿らしい魅力的な髪型だとは思っていましたが、まさか神々をもうならせるほどのものだったとは。そんなすごいものじゃないと思うけど、目が隠れてるのなら愛者さんとか。全否定。目隠れ愛好会の中じゃ、ちぐさちゃんはアイドル的存在なんだろう。今まで接触を取ろうとはしなかったのか。
なるほど、推し活のルールはわきまえてるってわけだ。あの、皆さん何をおっしゃってるのか意味がよく。相手しちゃダメだ。この手合いは優しくすると突き上がるんだから。でも悪い神様じゃなさそうですし。本物の神が何言ってるんだよ。まあ極東の頃から自分たちも千草殿の裏表なき優しさに癒されてきましたが、たち落ち着いてください。教えの深い愛情に神も人もないものさ。そして時にそれは互いを傷つけ合う刃にもなりうる。こういう争いを止めることができるのは あの神様たち、お願いします。喧嘩しないでください。仲良く。言ってない。脳内変換が過ぎないか君たち。やったな、ちぐさちゃん。推し活の連中には推しの一言が何より重要。直接かけられた声ならなおさらだ。私は何も。でも喧嘩が収まったならよかった。私は待っている人がいて。神様、このままじゃ千草さんが連れて行かれて。まともに説得して聞くような連中じゃないし、かといってこんなとこで力づくなんて無粋な真似したくないし。あっ、そうだ、千草くん、こっちに来るんだ。は、はい。目隠れがあるからおかしくなっちゃうなら、こうしてしまえば。千草くん、失礼するよ。
ぐさくんの髪をちょっとアップにしただけじゃないか。これ以上彼女にちょっかいかけるならもっとやっちゃうぞ。これは彼らの根幹に関わる重大事。こうなったらとことんやり合うしか道はないんだ。その先にあるのは破滅の道かもしれないけどね。それほどまでに目隠れにおいてこの問題は大きくて深いのさ。そこどうでもいいから忘れちゃった方がいい。